どうも皆さん、おはボンバー、ボンバーちゃんボンバーは徳島のパンバギンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もねドッカンバトル、まあ、やっていくと言いますか、先ほどね、スペシャルムービーが、終わったということで、そのスペシャルムービーの、まあ、総まとめという動画となってますんでね、ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。イラスト公開が来ました、ダブルドッカーウェスの。うん、いやもう興奮がね、もう興奮が抑えられない7周年ということで、ちょっと早速ねちょっとまあ見ていくんですけども、でそのスペシャルムービーの画像ですか、とりあえずスクショして、まあとりあえずスクロールして、ちょっと語っていい行くような、感じとなっております。はい、で、とりあえずね、まず最初なんですけども、こちらですね、ログインボーナスで、おかげさまで7周年ということで、特大ドッカンログインボーナス、毎日流石3個と記念貨車チケットをプレゼントできますっていうことなんで、さすがに流石7個は毎日ログイン流石7個はないよねということで、まあまあまあ、記念貨車チケットもくれますし、まあ、3個もくれるってことね、まあ、贅沢は言えない。ただ、今、出入り流石が、なんか保留中みたいになってるじゃないですか。それで、その出入り流石で、ドカッと、もしね、この980円で購入して、その出入り流石が、豪華になってる、かもわかんないですけど、それもね、楽しみかと思ってます。はい。まずね、とりあえず最初、ログインボーナスですね。で、続きまして。77連貨車。これはもう皆さんね。いや、分かってたよと。ね。やっぱり、5周年で55連、ね、66連、6周年の時66連。で、77連はもう7周年はもう77連貨車ということで。で、前回の 3.5 億ダウンロードキャンペーン、うん、から、で、極&ヒットを筆頭にですね、新しい LR のピックアップキャラクター、並びに、強い通常ガシャさんキャラも、ありますんで、これはね、引く価値あります。はい。もう77連。もう、ここいらも全部出るかと思ってます。で、お松さんが言うには、チケットで、77連集めて、うん、回せるっていうんじゃなくて、まあ、チケット回せるんですけども、77連で必ず3体、LR までドッカン覚醒キャラが必ず3体、集まりますんで、77枚のね、チケットをね、頑張って手に入れましょうということで、お松さん言ってました。はい。これも7周年で、ね、ぜひぜひ頑張って77枚集めましょうということで、で、もうみんなで紙引きしたいんですよ。紙引きしましょうよ、77ね。おそらくね、前半では、この77連回せないかと思います。おそらく2月末か2月中旬ぐらいで、回せるのかなと思ってますね。まあこれもね、すごく楽しみですということで、続きまして。物語イベントですね。新しい物語イベントが来ます。燃えろ結婚決戦、大団円。ごめん、漢字が読めないけど。で、SSR 父、が仲間になります。で、続きましてこっちですね。運命のコリジョン。コリジョンって何？ブルマとベジータ、SSR ベジータを仲間にできますということで、新しい物語イベントも来ますと。で、そちらのバトルカードが、こちらとなってます。はい、ブルマと、ごめんなさい。父と悟空の場合は、の物語イベントは、父が入手できますよと。はい。で、ブルマとベジータに関しましては、ベジータが入手できますよ、と。もう、ベジータのね、父はね、父のイベントドロップさんのバトルカードは、まあ、新鮮だなと思ったんですけど、もう、ベジータはね、いっぱいあるんですよね、イベントドロップさんのバトルカードが。まあ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 、でもね、もらえるもん持って育成できるもんはね、まあ、育成していきましょう、という感じでね。はいはいはい。そんな感じで。もう一個、物語イベントが新しく来ます。これですね。はい。偉大なる父の背中、孫悟飯青年期をドッカン覚醒して、限界突破 UR を目指しましょうということで、やっぱりこれなんかね、ドッカンバトルさん、ご飯を押してくるんですよね。はい。で、そのバトルカードがこちらでございます。チャリご飯ですね。うん。ちょっと私が勝手に名称したんですけども、チャリご飯をですね、うん。まあ、入手できるよ、ということで、ハイスクールご飯ちゃんと、
いい感じの、チーム編成できるのではなかろうかということで、まあこれもね、楽しみでございます。まだちょっと今ね、属性がちょっと分かってない状況でございますが、はい。で、続きまして。これですね、特別編イベント1日1回限定、高まる気迫ライバル共演ということで、孫悟空とベジータに応じたスキル玉をゲットできます。で、悟空ルートは会心で、ベジータルートは追撃のスキル玉が、手に入ることができます。で、ただ今ね、復刻ものイベントで来てますドラゴンボール GT のスキル玉もね、入手することができますんで、これはそのキャンペーンに応じた、スキル玉の、物語イベントとなってますんで、1日1回、7周年始まったらですね、欠かさず、やっていきましょうということで、会心と追撃くれるんですよ。めちゃめちゃ豪華でないですか。会心と追撃なかなかくれませんよということで、はい、もうこれも本当に、楽しみでございます。で、続きまして、これですね、V ジャンプのリーク情報でも飛び交ってました、7ステージ、7周年ちなんで7ステージの校内のイベントが来ますということで、究極のレッドゾーンということで、はい、GT 編と、劇場版ボス編があります。で、この1ステージ、GT 編7ステージ、で、劇場版7ステージ、で、計14ステージですね、これの校内イベントが、来ますということで、すべてのステージをクリアしたら、サポートメモリーがね、手に入ることができますんで、これもう、ドッカンバトル猛者の人たちはですね、もう待ちに待ってたのでは、ないでしょうかと、思っております。これもすごく楽しみです。私、この生配信しようかなとか、思ってみたりもしてますということで、7ステージ、果たしてどういう、戦い方になるのか、連戦なのか、一体一体、途切れていくのか、それによってですね、もうチーム編成も変わってくるんですよ。もし7ステージ連戦であれば、アタックディフェンス無限上昇のキャラ編成、もしていったらいいですし、で、一戦一戦途切れるんであれば、もうこの高火力の、短期決戦系の、チーム編成で行かなきゃいけないなっていうことで、まあこれもね、非常に、はい、7周年楽しみということで、はい。で、続きまして、待ちに待ちました。ね、サムネイルのある通りイラスト公開ということで、こちらですね、ダブルドッカンフェスの目玉キャラクター。まず一つ目。これびっくりしたんがね、これで、ゴジータブルーになると思ったんですよ。まさかの、ゴッド悟空、ゴッドベジータ変身で、ゴッドブルーベジータ、ごめんなさい、悟空ブルーベジータブルーになるということで、まさかの、ちょっとここ大どんでん返しではないのかなということで、まさかのね、いや、ほんまにね、この携帯からアクティブ変身でゴジータブルーになるんかなと思ったんですけど、ちょっと違うかったですね。はい。ちょっとここエラ運営さん、ちょっとね、意地悪かなということで。まあまあでもね、いや、非常に楽しみ。これも劇場版ヒーローに、なりますから。いや、かっこいいっすよね。悟空、ベジータゴッドからの、悟空ブルー、ベジータブルーと。有名なシーンですね。ドラゴンボールスーパーブローリーの映画のね、はい、ワンシーンで、ございますけども。はい。いや、これがまず、ダブルドッカーフェスの目玉のキャラクター1体目ということで。で、続きまして。こちらですね。これは、もうなんか予想通りでしたね。はい。悟空4、ベジータ4。で、アクティブ融合で、ゴジータ4になりますってことで。これはね、いやー、なんとまあ、かっこよくないっすか？これのフィギュア持ってるんですけど。いやー、これね、より一層 GT ヒーローと邪悪竜編がね、強く、なっていきますんで。いや、皆さん、ちなみにね、どっち引きます？こっち、もう劇場版ヒーローのゴッド悟空、ゴッドベジータか、GT 悟空、GT ベジータ、で、ゴジータ方、どっち引きますか？これ、ぜひね、コメント欄にて、記入、していただきたいな。私はですよ。まあ、両方狙うんすけど、こっちかな。
悟空をベジ、いやちょっと待ってくれよこれも捨てがたいんだけどね。うん、いやとりあえずね、あのね、1月の30日の日曜日で、おそらくダブルドッカンフェス来るかと思うんで、そのね、その時に私、あのガシャライブ、ガシャ生配信しようかなと思ってますんでね。はい、でその時に私この悟空砲ベジータ砲から、狙っていこうかなと思ってますんでね、ぜひあのお暇な方1月30日、ダブルドッカンフェスガシャライブ、飯馬動画みたいな方ですね。もうダブルドッカンフェスね、僕ねちょっと本当に相性悪くて、周年のもう6周年の時もグズグズでしたから、あの徳島のパンブーキーの飯馬をね、ガシャの飯馬を見たい方はぜひぜひ、お待ちしておりますんで、ぜひチャンネル登録とね、通知をして待っといていただきたいなというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。